西木孝治よりのりは、江戸時代後期の区下。文章博士、唐橋住久の長男。西木孝治来治むの養子。紙。には、十四以上。右、馬頭、造成四位。字は一貫。豊岡治むその後、西木孝治来治むの養子氏となる。嘉永四年に助爵を受け、二年後に、山和健介に任じられる。安政五年の帝神心十八強烈三次元に、 参加し、以後は、尊老上位派として活躍する。文久2年、14以上、右馬頭となる。同年、後部合体派の小賀の県通りの断崖に、加担、5月11日国事御用書記に補えされた。翌文久3年2月、身分元をさと共に、書生刷新と上位貫徹を求める権限を提出して、国事よりうどに認じられ、 公明天皇の上位祈願のための岩清水、八幡宮行行に随従した。同年の8月18日の政変によって失脚し、三条、耳、三部元を差、三条西末友・東久世道富、四条高唄、沢信義と共に、長州藩に落ち延びる。これによって、簡易剥奪の処分を受ける。後に、桑原頼太郎の変名を用いて、 徴収上違派と行動を共にするが、赤間関の砲弾視察中に病に倒れ、同地で30歳の生涯を閉じた。没後、王政復古時に管理を服され、明治3年に生4人を送られた。ありがとうございます。